皆さんこんにちは。中学3年生15歳の斉藤彩乃です。よろしくお願いします。彩は3日前に15歳になりました。15歳中3で受験の年なんですけど、今後もいろんなことに挑戦して頑張っていこうと思うので、皆さんこれからもよろしくお願いします。では聴いてください、ひまわり。